ます、海外移住ご希望の方から、信頼を構築する方法、あとリピーターの確保の方法、あとセールスですね、メルマガを使いながら、で信頼構築、リピーター確保ということなんですけども、まあ、メルマガはですね、今でも有効なツールですね。まあ、やっぱり LINE がですね、僕も経験あるんですけども、数百人になったところでいきなりアカウントがバンされてしまったと。まあ、稼ぐとかそういうキーワードをですね、連発したりとかすると、自動的にバンされてしまうというのがあるんですよね。あとコンサル系のワードとかもちょっと注意なんですけども、まあ、その点ですね、メルマガというのは自由度が高くて、よっぽど公序良俗に反するような内容ですね、暴力的なこととか発信してない限りはですね、メルマガ配信スタンドからストップかかるってことはないので、リピーターの確保とか信頼構築とか長期的に使うにはいいかなと思います。で、 LINE 公式を使う場合もですね、もう今はもうメルマガも絶対併用ですね。まあ、もうとにかくバックアップのために絶対メールアドレスを押さえておくことですね。